どうも、エルザです。それではマイクロダンジョンやっていきたいと思います。さて、次行きましょう。こんなにね、装備が手に入らなかったんで、次ここかな。多分ね、宝箱のマークがクリアしたところになるのかな。あー、これはあれか、マップか。10で、ここが水晶パワー10。ここ16。まあ、1.5 倍ぐらいでいこう。古代の砂漠の寺院が地下の奥深くに眠っている。邪悪な村人の王はそこに残された力を使い、不死者の軍団を呼び寄せようとしている。だが、その入り口が隠された峡谷は邪悪なモブや誰も知らぬ謎に満ちた巨大な迷宮だ。寺院を見つけるには自分の力でこの峡谷を乗り越えなければならない。お、洞窟探索系。さあ、ちょっと気になったのがさあ、やっぱこれ魂の回収だね。あーならオッケー。光、回復できるんだ。回復でしょう。基本回復でしょ、そりゃ。まあ、こんなもんかな。じゃあ行こう。寺院を見つける。とりあえずこういうギミックがあるよって感じだね。よしよし。今回はどんなのが出てくる？なんか、うわー、ほいほい。問題は、いって、弓の攻撃だけだよね、多分ね。これ物理に乗ったら強いかもね。弓はどうしても離れるからさ、至近距離で撃つっていうのもありかもしれないね。面白いに手に入れたの。なんかゲットした、気のせいか。あのチビゾンビがきつい。ああ、なるほど。振り返るね、なんだかんだね。エメラルド、エメラルドの数が増える。激怒。発生確率。あー、コンヒュみたいなもんか。そりゃね、お金集めよう。あ、出た、さす。早速来たわ。はい、すっごい音がするんだよね。なんか嫌な感じの敵いそうだね。
いい感じで出るね。なるべく弓で倒して、あ、いやでも弓がないんだよ、矢がないんだよ。これがね、物理に乗ってくれるかどうかで全然変わってくるからな。おお、後ろいたか。あと25本。でも火力上がってるから、それなりに倒しやすいっちゃ倒しやすいか。この先だね。寺院っていうところに入ってからが肝なのかな、もしかして。あー乗るね。いいぞ。あー、じゃあ回復のやつも物理に乗ってたっぽいね。なるほどね。湧くな、めちゃくちゃ湧くな。あれが全然実感しない、このスタンのやつ、四角ボタンの。だな。いいねー、コインがガンガン手に入るのいいねー。だってちゃんとこの辺りはこれで片付いたねー。で15、またもういここら辺の敵処理し終わってからだ。いや、多すぎ。バイバイ。あー、この採掘者確率高えわ。これ引き継ぎとかできるのかな、能力の。さすがにできないよね。
当てないとダメなんだ。なるほどね、そりゃむずいわ。ちなみに特殊、これで一旦これは保険として残しとこうか。こうで、で、ああ弱いなーっていうか、これちょっと雑魚敵多いから枯れるなーとかなったらちょっと変えてみたいな。なるべく変えていかないとね、うまいことね。50本ぐらいかー。何かありそうだね。いい子にパワーを与える。出るわけではないからね。あーそこだね、あとね。よし、間の上どうやって行くんだろう。ぐるっと回るのか。いや、そんなことないね。うんうん、こっち回って。ノックバック入ればっていう感じはするな。これでもない。あ、普通にそっち側からか。いやー、矢が欲しいねー。矢が欲しい。今回矢がそこまで手に入んないね。どこどこ、こっち。強くね。
強いよね、敵ね。というてか、勝てえな。このゾンビくん、強いね。いけるかこれ。やっぱワンチャンダメージ入ってるか。ナイスだ。よしよし、心強い。心強いね、ワンちゃん。何もなし。おお。変えてみて、ちょっと物理試してみようかな。ベビークロスボウ。あー、いや、またこれ。そうだよね、やっぱ 50% の確率で矢を打った時だな。これ解除して装備して、なんかすっごいそれ系が手に入るね。ああ、反則探索ヘビークロスボ。いやーでも16本しか打ってないんだよな。ダメージ倍はありがたいけどね。ないね。強いね、やっぱダメージ上がってるから。地味に頑張る。地味に頑張るぞー。あー、クリティカルね。はいはい、ハゲいって一発ダメージアップみたいな感じか。あれいいねー。見つけーか。え、あ、来い。いや、多すぎ。よし、黄金の鍵。黄金の鍵？黄金なのこれ。まあいいや。おお、なんか出てる。お、やゲット。
とんどないんだよな。お前だよマジであいつダメージだけ一丁前に高いんだから。ってか逃げるの早いな。あーそういうことね、黄金の鍵を見つけるっていうのはね。はいはい、じゃあ左右みたいな感じか。やばい、これでいい。行かないもんね。ちょっと待った、俺どっかで落としてるね。え、何？ダメージ食らったらダメ系なの？いやー、まあでもそんな感じするね。あ、その分敵の処理はできたからね。これぐらいなら開けても全然いいよ。隠し部屋的なのはないね。出てくるんだよね。うわー、なんか強そうな弓持ってんな。いやー、くれたらいいのに。先に逃げるね。あー、そういうことね。逃げんじゃねえ。ダメージ食らうと、そういうことか。よし、で戻って雑魚敵まだいたもんね。しっかり準備して、はいはい、よし、食べて OK。 これでいや、実はほんとお宝ないね。めっちゃ頑張りやん、ワンちゃん。あと3本。落とさないかー。え、
矢はないからね。いいよね、弓兵が近くじゃなければね。やばい。これはちょっとめんどくさい状況だね。ちゃんとは何か落としてくれると。あ、来たわ、トリックを。エンチャントくん強いね。トリック棒をつけてみよっかな。速射無限。あ、これめちゃくちゃいいじゃん。ダイナモ強打ボーナスショット。あー、ダメージは低いけどってところか。ゾンビ、回避後にするかって言われるとまた微妙だから。さよなら。無限かな。完全にダメージだよね。さあ、右側終わった。じゃあ次、左側かな？見るのはね。多分、正面行くと進むんだろうね。あ、もうこれで終わりや。じゃあ、上行ってだね。もうちょい、大量に出てくれると。ワンちゃん召喚ないね。ああ、びっくりした、バグかと思った。ダメージは高くないね。32だもんね、最高でね。安定してダメージ出せるんだったらさっきの弓の方が強いね。うん、何もなし。さあ、イベント戦。なるほどね。あえて跳ね返るんだよ。面白いね。ね、今みたいにビョンビョンみたいなね。ほい。やばい。逆に余計切れたね、よくね。はい、やめてくれ。
やめてくれそれ以上は。鎧落ちてる。これは、おお、傭兵のアーマー、ダメージ減少と武器ダメージが上昇させる、裏が出ると。炎の道回避したとき、そういうことね。瞬速回避を使用したとき、動力があるだけでもね、だいぶ変わってくるからね。何もなし。お、高級商人。ああいいね、レアアイテム系がこれで手に入りやすくなるか。これで終わりっぽいかな。ここが古代の砂漠の寺院だ。どんな真実や財宝が中で待ち受けているか自分の目で確かめるしかない。いいね、財宝は欲しいね。さあ何出るかな。壊れたビーコン、壊れたビーコンはその中に強大な力を秘めている。光を解き放つ瞬間も、あ、壊れてんだこのビーコン。魂が必要。あ、これで一緒だね。魂が必要系ね。強力なビームを発射して僕に継続的なダメージを与える。止まった。それは気になる。ビーム！うわ、やっべえな、これ。これはやべえ。ビームがやばい。あったあった。お宝がね、ちょこちょこね。落ちてるからね。22、確かに。確かにだな。15、なんなのこれ、ミッション中に捕らわれたってあるけど。こんな村人を捕まってる？あーした、エンチャント。あー、そんな感じじゃない。遠距離。行こうか。特殊のクロスボウ。回収して。ああ、火属性、これいいね。ゲームめっちゃ助かるんだけどな。移動速度ね。強力なボブが、なってくるんだ。レア。魂回収ができる。で、追い打ち。冗談。謎の共鳴。あ、これめちゃくちゃいいじゃん。魂に応じてだもんね。あ、でもこんなもんかなー。だから使うとダメだけど、それまでは嫌でどうにか稼げるというか。発生確率が高くなるってね。よし。じゃあ今回ここまでにしたいと思います。また次回は人員調べたりとかそうなるかな。はい。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。いやー、なかなか。大変だね。でもちょっと上のレベルぐらいだったらいけるようになってきてるから、レアアイテムも手に入ってちょっと楽しみだね。ということで、よかったらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。今後の励みになりますので、ぜひお願いします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。